2024年 F1 サウジアラビア GP 決勝で RB の角田裕樹は14位でフィニッシュした後レコノサンスラップでのアンセーフリリースについて5秒のペナルティーを受け15位に降格された関連写真2024年 F1 第2戦サウジアラビア GP 角田裕樹 RB とケビン・マグヌッセンハースのバトル角田はランスストロールアストン・マーティン がクラッシュし、セーフティカーが出動した際に、7周目に唯一のピットストップを行い、ミディアムタイヤからハードタイヤに交換した。セカンドスティントは11番手からスタート、オリバー・ベアマン、フェラーリ、に抜かれ、さらにケビン・マグヌッセン、ハース、の後ろに下がった。この際、マグヌッセンはコース外を使ってオーバーテイクした後、 ポジションを戻さなかったため、10秒のタイムペナルティを受けた。その後、角田はマグヌッセンを抜き返すことができず、29周目にはエステバン・オコン、アルピーヌ、2、33周目にアレクサンダー・アルボン、ウィリアムズ、に交わされ、14位でチェッカーを受けた。レーシングディレクターのアランパーメインは、マグヌッセンの走りと戦略について、強い不満を示した。 勇気に関しては、他のほとんどのドライバーと同じような、従来通りのレースをした。ミディアムタイヤでスタートし、セーフティカーが出動した際に彼をピットに呼び戻し、ハードコンパウンドに交換した。その後に起きたことは受け止めるのが少し難しい。マグヌッセンは、意図的に勇気の前に出るためにコースから外れ、その後は一周あたり最大2秒もペースを落とした。 その時、ポイント圏内を走っていた、ヒュルケンベルグはまだピットストップを行っていなかったが、マグヌッセンの行為によって、ヒュルケンベルグは後方に対してギャップを築き、後方グループの前でピットストップを済ませることができた。私にはこれは正しいこととは思えず、スポーツマンらしくない行為の定義そのものであると考える。我々と他のチームは、この件について、 今後のレースに向けて FIA と話し合うことになるだろう。チーム代表ローレンメキースは週末を通して良い仕事をしてきたにもかかわらず、チームにとって非常に残念な結果になった、とコメントした。勇気は10くらいフィニッシュをかけて戦っていたと思う。しかしマグヌッセンがコースをカットして前に出て、後方グループ全体を抑えてスピードを落とさせ、 自分のチームメイトが我々の前でピットストップを済ませられるようにした。勇気のレースは台無しになり、マグヌッセンにはペナルティが課されたが、それは意味のないものになった。昨日素晴らしい予選結果を出したにもかかわらず、期待外れの結果になった。角田勇気、ビザキャッシュアップ RB フォーミュラ1チーム。決勝イコール15位、49周、50周。 9番グリッド、タイヤ、ミディアム、ハード、難しいレースでした。いくつかミスをして、前のマシンをオーバーテイクしようとしていた時に、後ろのマシンに抜かれてしまいました。僕の責任です。今日はペースとグリップに苦労し、運転するのが難しかったです。ポジティブな面としては、予選は好調だったので、レースペースを調べて、 なぜこれほど苦戦したのか原因を解明します。今日については自分自身改善できる点があるので、それを見直して学んだことを今後に活かしていきます。黒丸鈴鹿サーキットで初めての春開催、4月7日決勝の F1 日本 GP チケット販売中。